願いします。ありがとうございます。中にこうやって阿弥陀くじを書いてみたりとか、ちょっと遊び心っていうか、この器に盛られたものを食べながら、ここに書かれたものの中でまた家族の笑顔が生まれる、そういう風な思いを込めて、こういう図柄を書いています。落語家の林家たい平さんが自ら染付を行った器の初の展示会を開催しました。一点一点全部、もう手書きで染め付けております。今回こうやって初めて、皆さんに見ていただく、触れていただく、僕がこう染め付けをしている時間のすごく楽しいニコニコしている時間、その時間を多分この今回来ていただいて、器を見ていただくと、多分僕のニコニコがここに来ていただいた皆さんのニコニコになんか映るんじゃないかなっていう、そんな気持ちで、ずっと染め付けをしてました。だからニヤニヤしながらここに入ってくると、みんなちょっとあれ、なんであの人ニヤニヤしてるんだろうっていうぐらいに、なんかここにこのスペースに入った途端にニヤニヤが始まるみたいな、そんなこの空間になってくれればいいなっていうふうに思っています。林家たい平さんは大学で美術デザインを学び、25年ほど前から焼き物の染め付けを開始。特に400年の伝統を持つ長崎県の波佐見焼に惚れ込み、制作を続けてきました。波佐見焼と言ってもピンとこない方は、以前は有田焼と言って、波佐見焼は出荷をいたしておりました。すぐ近く隣町が有田で、ただ有田焼の7割から8割ぐらいはその波佐見で作ったものを、有田というふうにして、海外に、出荷をいたしておりました。今回この産地表示というのが、厳格になってから、この波佐見というところが、波佐見焼というちゃんとしたその自分たちの土地の名前で、もう一度皆さんに見ていただこうということで、少しずつ今多分皆さんも波佐見焼という名前を、聞くようになったのではないでしょうか。今回の器展では、昨年の秋と今年の春に染付を行ったおよそ150点の器が展示されています。これを見に来るではなくて、銀座を楽しみに来て、で松屋デパートを楽しみに来て、その中にまたここにこの波佐見焼があるっていうことがすごく今回楽しみ、自分でも楽しみであります。どういう反応を皆さんが、お客さんが示してくれるのかもすごく楽しみであります。染め付けしてる時にやっぱり失敗したかなと思ったんです。なんかやっぱうまく描けなかったかなと思ったので、中もごまかすためにこの手でこうやってバーってこうやって、でこれが実になんかすごくいい色で上がってきて、すごい気に入って、もう欲しい。器にかけて謎かけを一つお願いしたいんですが。え、何ですか？謎かけ。え、何ですか？器にかけて謎かけ。器展とかけて、6月21日から6月29日までと解く。この心。やっぱり時期が大切なんですよ。落語家林家たい平さんが自ら染付を行った器の初の展示会を開催。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。